今回のテーマはフェイバリットワードソング見据える未来です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。いっちゃん神様はい、今日はですね、まあ、最後になるんですけども、今回のゲストは沖縄県名護市出身で理学療法士というリハビリスペシャリストとして医療に携わりながら、現在インスタグラムで様々な健康にまつわる情報を発信しながら、沖縄県民の健康意識向上のために日々奮闘されている小永恭平さんのゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、前回ね、なんか食べ物にまつわる話というか、すごいなんかためになったし、なんかやっぱ今日食べたいってなっちゃいますよね。ゴーヤーと紅芋、はい、何を隠そう、我々のですね、メインスポンサーの南西食品さんが、うん、重芋というね、今、そうですね、あります、紅芋のスイーツをね、今、出しておりますので、うん、ぜひ急にCMPR になっちゃうんですけど、ぜひちょっとチェックしていただければなっていうのを感じてました。めちゃくちゃ美味しいですよ。めっちゃ食べたことあるんですか。あります。美味しいんですよね、さすがね。さすがです。はい、というところで、まあ、今回ね、最終日でまずフェイバリットソングからいこうかなと思います。はい、というところでこのフェイバリットソングを教えていただいていいですか。はい、清水翔太さんの、カーテンコールという歌ですね。これ、この曲の好きなポイントっていうのは、まあ、歌詞の中にですね、はい、まあ、毎日働き詰めで忙しい状況があって、まあ、子供の頃思い描いてた夢とは違う現実がずっと続くんだと、まあ、諦めの状態が続くみたいな内容があるんですけれども、まあ、その続きで、自分の人生、夢がない平凡な人生で終わっていいのかと疑問を抱き始める、で、まあ、その続きとして、そこから自分の人生を楽しむために夢を見つけて一歩歩き始めるみたいな歌詞のこの内容がめちゃくちゃ好きですね。これ自分も、まあ、いつもなんですけど、このフェイバリットソングを出していただくと、やっぱりその曲を聴きながら作るんですよ、で、そのすごい素晴らしい曲だなと思います、今回もやっぱりそういうことで、なんかこの清水翔太さんっていう方はですね、そのシンガーソングライターで、日本人 の、 その若い方でもやっぱ、まあ、トップの今、シンガーなんですけど、この曲めっちゃいいですよね、YouTube で MV 見れるんですけど、なんかそれぞれの置かれてる、持ち場持ち場で、なんかやっぱり結局挫折感があるけども、まあ、そうではなくて、今の自分をどう楽しく生きるかみたいなことだと思うんですよね。はい、ちょっと毎日つまらないなとか、なんか俺ってこんなはずじゃなかったみたいな、ちょっとでも思いがある方は聞いてほしいですよね。そうですね。むっちゃなんかジーンとくるというか、どっちかってちょっとバラードチックな感じの曲なので、ワンオクロックなのタカと一緒に歌ってるやつで、めっちゃいい曲ですね。いいですよ。これどんな時に聴いたらするんですか。まあ、モチベーション下がった時に気分上げるために聴いてますね。じゃあまあまあ聴いたりしてるんですか。そうなんですね。本当おすすめな曲ということで、清水翔太さんのカーテンコールですね。あと次のこのフェイバリットワード、そちらに行きたいんですが、フェイバリットワードを教えていただいていいですか。はい、まあ、2つありまして、まあ、116歳まで生きた木村次郎右衛門さんの食細くして命長かれという言葉と、あと、まあ、YouTuber の梁学長さんっていう方がいるんですけれども、その方がおっしゃっている、まあ、原因自分論というのがフェイバリットワードですね。これその食細くして命長かれって、これどういう形であったんですか、この言葉と。まあ、栄養学学んでる中で、前回お話しした中村博樹さんという方がこのワードを紹介していたんですね。で、まあ、意味的にももうすごい長生きする秘訣みたいな感じに捉えたので、これ本当にやっぱりなんか、口は何でも八分っていう言葉もまた、格言というかあるんですけど、まあでもこの方もやっぱり自分がこの人世界一の長者ですね。そうですね、世界一の方なんですよ。それをですね、スーパーセンテナリアンっていうらしいんですけど、100歳以上の人物の言葉なんですけど、総称としてスーパーセンテナリアンって言うんですけど、この木村次郎右衛門さんが、これまではなんか海外の方が
最高齢だったのを塗り替えたっていう方なんですよ、うん、その方がその食は細い方がいいということを、はい、そうですね、長生きの秘訣っていうことを言ってるってことですね、はい、食細くして命長くれっていう方ですね、明治から平成を生きた方ですね、うん、なので現代の我々にやっぱ食生活は近い方がおっしゃってるので、うん、むちゃくちゃまた響きやすいのかなと思いますよね、うん、もう一つの原因自分論を、はい、まあ、その先ほど言った中村さんが言ってたということで出会った、あ、原因自分論は両学長さん、あ、両学長さん、両学長さんが言ってたっていうところで、はい、これどういう意味があるんですか。そうですね、まあ、原因自分論の意味としては自分に関する全ての物事が起きた原因は自分にあると認識していただくという意味があるんですけれども、まあ、ちょっと意味が分かりづらいと思うので例えばなんですけれども、まあ、残業が多い会社を選んでいるのは自分、嫌味を言う上司の下で働くことを選んでいるのも自分、気の合わない友人を選んでいるのも自分みたいなイメージですね。因果応報というか結局それをチョイスというか選択したのはあなたでしょってことなんですかね、はい、そうですね、まあ、それぞれのワード、はい、それぞれだと思うんですけど、この自分の中でこれをどういう形でなんかシンパシー感じてるというか。そうですね、まあ、栄養関連学んでる中で先ほどお話しした木村次郎右衛門さんのこの食細くして、はい、まあ、命長かれというのはやっぱり長生きする秘訣でもあるので、うん、そういったのを、まあ、自分の中でも心がけつつ、まあ、人に広めるためにも、うん、そういった、まあ、今の現代人結構食べ過ぎといった問題とかもあると思うので、うん、そういったのも少し、まあ、我慢が必要であるんですけれども、うん、ちょっと減らしていただいて、まあ、長生きしていただきたいなと思い、あ、うん、そういう思いがありますね。あ、じゃあそれをまた自分の中にもこの言葉で、はい、感じてるわけですね。なるほど、自分の戒めではないけど、はい、ということですね、でそこでですね、やっぱり一個ちょっと気になることもありますので、そこにちょっと話を振っていこうかなと思うんですけど、先ほど一番最初からですねご紹介しているそのお長さんがいつも発信している、まあ、ヘルスケア関連健康に関する話、もともと生まれ持って分かってるわけじゃないですよね。っていうのは、はい、自分でやっぱ調べて、まあ、まとめて発信してるってことなんですけど、やっぱ勉強するっていうところでどうやって学んでるのかなっていうのがやっぱちょっと気になるところがありますので、うん、これ日々どういう形で例えば情報収集とか、はい、そう、まあ、どうやってまとめてるのかとかですね、はい、どういうふうにされてるんですか。まあ栄養関連に関してはですね、はい、まあ YouTube で、まあ、中村ひろきさんの、はい、栄養関連のものを見たり、まあ前回お話しした野田さんに関しては、まあ、サロンの方をちょっと、入会させていただいて、そこから学びを得ていますね。あ、じゃあ直接聞きながらっていうか、まあ、チャットの方で、はい、情報をいただいたりとか、質問投げることもできる。そうですね、質問投げることもできます。あ、じゃあもう直接あれですね、じゃあこの尾長さんに相談して尾長さんがやべえってなった時調べてもこれわからんぞっていう時その方に相談してよりまた具体的な話を聞くことで尾長さんの中に落とし込んでまた対象の方にそれを届けてくれるってことなんですね。でもなんかとはいってもこのまとめるとか難しいじゃないですか、はいはい、それってなんかあるんですか、工夫というか。あ、そうですね、マインドマップと言いまして、はいはいはい、なんと説明したらいいんですかね、ちょっと難しいです、ね、なんかあれですね、マインドマップはご存知の方と知らない方もいると思うんですけど、言葉もちょっと前ですね、数年前にも本とかもたくさん出て、まあ、一時この話題になったあれなんですけど、一個例えばなんか、一つの物事を何て言ったのか、マイクとか、例えばマイクって言ったらマイクに関連する例えばコードも必要ですよね。じゃあコードがメーカー何とか全部紐づいていくじゃないですか。その紐づいていくのを一個の物事から、例えば、さっき、前回出た、はい、ゴーヤーだったら、ゴーヤーは、例えば夏の食べ物、夏とか出てくるじゃないですか、これ全部全部枝分かれして情報をつないでいくみたいなことなんですよ。それでなんかそれを、マップっていうぐらいなんで図式化して、分かりやすくするっていう、はい、まあ、そういったことで一回まとめるってことですか。はい、そういったので一回まとめて、まあ、あとはやっぱり人に情報を伝えるとアウトプットすることで自分の中にも記憶として残りやすくなるので、そういった感じでやってますね。あ、じゃあちょっとね、勉強苦手な方はまたそれも活用していただいたらいいかもしれないですね。はい、でそこでまあ最後の質問なんですけども、まあ、
尾中さん、見せる未来を教えていただいていいですか。はい、まあ、見せる未来としましては、フリーランスとなって健康関連事業の立ち上げを行うことで、まあ、沖縄の方々に広く健康情報を届けることで健康寿命の低下を防ぐことを見据えています。はい、もう本当にね、これまでなんか、まあ、本当に今回4回通して、情報の一端しか聞くことはできてないんですけども、本当にいろんな方にね、この健康を尾長さんを通して、いろいろなんか知っていただいて、またそれでいろんなね、みんなの健康につながっていくっていうのがまた楽しみだなと思いましたね。最後にですね、この番組4回通してちょっと感想をちょっとお聞きしたいんですけども、はいはい、めちゃくちゃ緊張しました。やっぱりやっぱりでも、もうやっぱ慣れてきてからはもう喋るのが楽しかったです。良かったです。はい、今回ですね、沖縄県名護市でですね、この健康という、まあ、ヘルスケアに関していろいろ沖縄県のですね、県民の方に意識、健康意識の向上のために日々奮闘されている尾長恭平さんに、ご出演していただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回のゲスト尾長恭平さんへのご連絡先はインスタグラムで尾長沖縄健康、ひらがなで尾長沖縄、漢字で健康で検索お願いします。健康についての知識を挙げられています。 YouTube の概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。 See you!